山岡哲秀なんですけども、哲秀とは誰かということなんですね。もともと哲太郎という名前なんですけど、はい、これです。じゃあ出しました。西郷さんが年、一番年上ですね。で、1835年、36年、坂本龍馬と山岡哲秀は同級生なんですよ。で、そこからあと2年後に大隈重信がいて、渋沢栄一がだいたい4歳、年下ですね。なので小学校4年生の時に1年生ぐらいに入ってきたってことですね。で、伊藤博文がその下になるので、1個の小学校だったらだいたい中学校、小学校でだいたい一緒にいるというやつですよ。そのぐらいの年代の人たちがぐっと詰まってるっていうのがこの幕末明治の面白いところですね。偉人たちがやっぱこの頃はいっぱい出ましたからね。で、ここに載せてないんですけど、事業家もたくさん出てて、例えばあの国用の黒田さんだったりとか、いろんなそういう今の会社、残っている企業の人たちの創業も今、大体1800年代の50から後ろになってくるんですよ。結構すごいいっぱいいろんな人いますからね。で、ここのね、2人が、まあ、坂本龍馬って結構有名じゃないですか。で、龍馬さんとこのね、哲秀というのが、まあ、同級生で同じ家なんですけど、面識があったかどうかっていうところだけちょっとね、やっていきましょう。この二人の共通点は北辰一刀流というやつです。聞いたことありません、北辰一刀流って。で、何かというと、千葉周作という人がですね、作った北辰無双流というのと、一刀流合わせたね、この古流武道の流派なんです。で、現在の剣道の型の基礎となったと言われてるんですね。で、この流派が、で、この1822年に千葉周作によって、品川にね、道場できて、玄武館というのができました。で、幕末ね、この江戸の三大道場というのがあって、この玄武館もその一つにあって、多くの剣士たちがこの玄武館とかで学んでいました。で、後にこの、ね、千葉周作という人がいるんですけど、この人の弟がね、この人がですね、今度ね、桶町に作るんですね、京橋に。で、この京橋の道場はですね、また弟の道場で、玄武館とはまた違うところで、できるんです。だから2つあったってことです、千葉道場が。で、ここに書いておきましたね。北辰一刀流の門下には清川八郎、山岡哲秀、山並圭介など、なんかちょっと聞いたことある名前いますよね、ここね、はい、がいたと言われていて、坂本龍馬さんは、龍馬さんはこっち弟の道場に通ってたってことは分かってます。で、山岡哲秀はこの玄武館に行ってたってのは分かってます。弟は江戸時代後期の剣客で、北辰一刀流の開祖はさっき言った千葉周作という人の弟に当たっています。で、この門下生に書きましたね、坂本龍馬が、伊藤貸太郎ね、これは柴田龍太郎さんの燃えよ剣とか読むとね、出てくるんですけど、もしよかったら読んでみてください。新選組の話出てますよ。で、玄武館のね、最初のね、 お兄ちゃんの創設も手伝ったよということなんです。で、まあ、お兄ちゃんよりちょっと 剣は劣るんですけども、後にはね、1853年、これ黒船来た時ですよね、鳥取藩のね、江戸屋敷の剣術師範となってますよということで、その藩の剣術師範になるということはかなりの腕前だということですね。これはですね、これですね、清川八郎っていうのがいるんですけど、聞いたことありますよ、清川八郎兄さん。どうぞ。あ、これ聞いたことないです。ね、この人がいなかったら新選組ないです。そうなんですよ、新選組を最初作ったとかいうか、浪士組っていうのを最初作るんですけど、浪士組というのが最終的に新選組になるんですね。その浪士組っていうのを最初草案して、幕府にこう提案して集めた人がこの人です。で、まあ、あの天才と言われてます、これ。で、剣術もかなり腕が立ってですね、清川八郎の、記録によるとですね、坂本龍馬と試合をしたという記録が残っているのは最近見つかったそうです、どうやら。で、結果、はい、どっちが勝ったと思いますか。清川八郎の方が龍馬さんより5個くらい上です、確か。あ、5個、6個、そうですね、ちょうどね、5、6個上ですね、はい。さあ、どっちが勝ったか、じゃあ挙手でいきましょう。いきますよ。龍馬が勝ったと思う人、八郎が勝ったと思う人。おお、割れましたね。はい、これね、清川八郎が勝ったと思います。それも龍馬も全く手が出ず、コテンパにされたっていう記録が残っているようです。面白いですね。そのぐらいの剣客だったってことですね。で、この人の記録によるとですね、山岡哲秀という人とこの坂本龍馬が、この龍馬がですね、この玄武館に出稽古とかにやってたので、合ってた可能性はあるんじゃないかっていう想像はつくらしいです。ただ合ってたという記録はないですね。ないんですけど、合ってた可能性はあるということですね。お互いどっちの剣豪同士ですからね。で、お互い西郷に信用されて、西郷をつないでますからね、面白いですよね。じゃあ、年表、生涯年表、こんな人でしたよっていうのをちょっと見ますね。1836年に生まれましたよと。で、4歳の頃にね、アヘン戦争があったと。自分が4歳の時ね、自分って僕じゃないですよ、この、いつの時代だったんですよね。
はい、で1853年17歳のこの思春期の時ね、真っ只中の時にペリーが来航来て、要は、ね、自分たちが皆さん高校生ぐらいの時になんか世の中がザザザザしてるわけですよ。なんだなんだなんだみたいな、 そんな時ですよね。で19歳で、公務所に入るんですね。これ要は剣術道場とかそういうところですねに合宿みたいな感じ入ります。で21歳の時になった時に、コミの会結成って書いてますね。虎の尾っぽって書いてますけど、これさっき言った清川八郎っていう人ですね。この人がですね、頭がいいのでですね、要は攘夷運動っていう、その外国を倒せっていう運動をするんですけど、山岡弟子もそれに感化されてですね、まあ、入るんですね。まあ、結構だからそういう血気盛んなことをやってるんですよ。でここのとこに要はこの運動のに近いことを渋沢栄一もやってるわけですよね。攘夷運動とか幕府倒せみたいなことやるわけですよ。でまあ来て24歳の時に、1860年桜田門の変で井伊直弼が暗殺されるというですね。この手前にね、安政の大獄っていうのがありましたよね。だから江田の最後の幕末の本当動乱の時をちょうど思春期で生きてるって人です。それはだから強いなりますよね。で30歳の時に薩長同盟が、成立しますね。1866年になります。そしてその1年後大政奉還となって、江戸幕府が終わりましたよと、こういうことです。でその時に今度30歳血気盛んな、ね、壮年期になりますね。32歳の時に戊辰戦争があったよということですね。で、ここの年32歳の時にこの江戸城無血会場の立役者としてですね、最初西郷隆盛に面会しに行くんですね。西郷隆盛と勝海舟が面会をして、じゃあ江戸は戦争しないで明け渡そうってことで終わるんですね。それの最初立役者として、行ったのがこの山岡鉄舟という人物です。15代将軍慶喜に、依頼をされて行きました。でこの時にあの勝海舟の話も、勝海舟の人物伝もどっかでやりたいなと思ってるんですけど、これはまあオンラインでもいいかなと思うんですけど、勝海舟読んだことありますよね。めちゃくちゃ面白いんですよ、氷川聖和っていうのがあって、人物像がね、で、あの講談社が出てるやつが一番いいですよ。あの全部嘘のものを塗り返してあの事実を当てはめてるんですけど、勝海舟のその氷川聖和にですね載ってるんですよ。山岡鉄舟があの幕府 の新政府軍の方に乗り込む時にですね、山岡鉄舟に勝海舟がお前策はあんのかって聞いたんですよ。要はものすごい切り立ってるので、ちょっとでも身元が分かったら殺される時代なんですよ。そんな中相手のとこに会いに行って最後に会えるわけがねえじゃんっていうのはみんな思ってるわけですね、殺されるみたいな。でもその時に勝海舟が山岡鉄舟に聞くわけですよ。お主策はあんのかって言ったら、山岡鉄舟がね、答えたのが非常に面白くて、臨機応変はこの胸中にありって答えるわけです。意味わかります？で勝はそれを聞いてこいつは行くと思ったらしいんですよ。臨機応変はこの胸中にある、何かというと物事はこう決めてかからないっていう禅の考え方です。要は心を自在にしておくってやつです。要は敵がこうしたらこうしとこうって考えておくと、結果それができなかった時に人間パニックになるんです。だからあの商談事もそうですね、ついさん、これで決めようと思うと決まんなくなる。あなたが損しますよって時に響くしかないわけですね。それがその自由な心ですね。いろんな決めつけていかないよ。だからこの人がこういう言葉で響くからこれで落とそうと思ってそれでいくと、響かなかった時に自分はダメなんです。だから胸中何も思わずに臨機応変をこの中にやってその場に決めようって言った時に、勝海舟はあこいつは禅を学んでてまあ行くだろうなって。で面白かったのが、最初に言ったのがこれ記録に残ってて、将軍あの新政府軍がこう駐屯してるとこを通る時に、普通こうやって行きません？なんかこうやっているなと、何言うか、普通やらないですか？殺されるかもしれないですもん。普通やるじゃないですか、隠れて何言うのかな。山岡鉄舟が普通に出てって、将軍慶喜の家は山岡鉄舟いざ通るって通っちゃうんですよ。まかり通るかな、自分が将軍の使い家来であるって言っちゃうんですけど、みんなその気迫に圧倒されて、なんかいもうなんか何だあいつはみたいな感じで通っちゃったっていう、面白いですね。で、それが江戸城無月会場終わった後に今度明治天皇に仕えるんですね。これね、西郷隆盛さんに頼まれるんですよ、ぜひ入ってくれって言われて。でまあ西郷さんに何回も頼まれるから、じゃあ10年だけねって言って入るんですよ。でそこで明治天皇とのね、いろんなエピソードがあるんです。まあそれはまあ別の回で話しましょうね。はい、で49歳で一刀法ね、無刀流との開いて52歳で亡くなりましたという紹介です。亡くなった時にですね、皇居に向かって結果不断のまま、絶命って書いてあるじゃないですか。
これどういうことかというと、このまま死んだんですよ。すごい結果、これですね。こう座禅組んだまま、このまま死んだらしいです。すごくないですか。自分が死ぬ時に座禅組んだまま死ねますっていうぐらいの、寝てないですよ、だから病床で。胃がんだったんですけど。すごくない？いや、どうしたんですか？笑ってたら映っちゃった。なんか変なとこツボ入るね、いつもね。なんで結核なんで死ぬの？いや、おかしいんだよ。それはおかしいんだよ。おかしいというか、達人の演技だから、できちゃうんですよ、そういうこと。でも、不思議ですよね。やばいやつおるってないよね。いや、みんな、先生、横になってくださいって言うんだけど、もう、微妙な色しないでこう止まったらしいんですよ。いやいや、本当なんですよ。電気読むと書いてあるんですよ、ちゃんと。持ってるんじゃん。本当なんだって。あのね、僕らが想像できないぐらいの健全書の達人なんですよ。だからもう、どのくらいの人物だったかっていうと、山岡鉄舟が亡くなった後に、殉職、要はその、追いついて死んじゃう人がいるんじゃないかって言って、要は政府が保護した人がいるたちぐらいいるぐらいなんですよ。それでも何人かはこっそり墓の前行って割腹自殺してるんですよ。玄関の前とか、そのぐらい慕われてた人なんですよ。もう鉄舟先生が世にこの世にいないんだったら自分は生きてる意味がないみたいな。野木丸助さんみたいなもんですよね。明治天皇が亡くなったら自分も亡くなるみたいな。だ別に天皇陛下と比べるわけじゃないんだけども、普通の人たちがそのくらい尊敬されるすっごい人だから、このまま死ねるんですよ、やっぱり。ちょっと思いません？いや、そうでしょ。いや、すごい。そういう感じで、もうずっとこのスライド止まっちゃってるじゃないですか。っていう結核のままなくなったと。これがね、その壮年期の時で、これがその後世の方ですね。こんな感じになって、明治の人たちってひげ伸ばすんですよ、みんなね。立派ですね。渋沢栄一さんがなぜお札にならなかったかっていうと、ひげを生やしてなかったからです。ひげが生えてると偽造が大変なんですけど、ひげがないと偽造しやすくてダメだという理由で、お札にならなかったんです。面白いですよね。この鉄舟先生こんな感じですよと。眼力違いますね、眼力が。はい、早速今日の本題ですね。収容訓を読む。はい、武藤流憲法の、ね、規則にね、これ明治15年の、7月のですね、三年を期し身体充実するを規則とするところですね。はい、じゃあちょっとね、読んでいきましょうか。一回で読んでください。ついてきてください。三年を期し身体充実するを規則とす。三年を期し身体充実するを規則とす。はい、これね、読んで字のごとくだと思うんですけど、何となく分かりますよね。三年間やることが体の元になるよみたいな感じです。で、石の上にも3年ってあるんですけどね、3年の積み重ねがあり、スタート地点にようやく到達できるよということで、何事も何かやるにしても3年は必要だよねということになります。これはもう言われなくても分かるじゃないですか。ただ、まあ今それができないっていう状況があって、なんでかっていうと、インターネットが普及して調べたいことがすぐよく分かるようになったよと。で、情報はより早く、それに伴い結果や成果を早く求められる時代になったと思いませんか？どうでしょう、生活のスタイルの変化がですね、我々の今夜の忍耐という精神を、まあ、破壊してるんですよ。だから切れやすくなった子が増えたとかね、切れやすいっていうのはですね、この忍耐のレベルがなくなってるんですよ。つまり物事早く処理しないと気が済まなくなってるんですよ。多分身近な例で言うと LINE で言う既読スルーされたらみんなイライラしてしょうがないですよね。もうみんな忍耐なさすぎですよ。そんなに重要なことを LINE でやってます、イライラするほど。人生においてその LINE どのくらい重要ですかって話ですね。そのくらい重要なことだったら、なんで返信来ないんだって思ってもいいかもしれないですけど、日常生活のたかがことで既読になって来ねえってなったら、いいじゃん、嫌われてるんじゃないって優先順位があなた低いんですって分かるだけなんで、僕はいいんだなって思うんですね。全く気にしないですね、基本僕は。というか、気にしないから僕は相手に気にさせる可能性ありますよね。
今ずっとあのデジタルデトックスの本とか読んでるんですけど、実践してるのは今もそうなんですけど、あれもそうなんですけど、電源入れてないですね。だからもう入らないでしょ、電波が。楽ですよ、だからその方が。仕事してる時とか、原稿作ってる時も全部電源入れてないですよ。だから連絡つく時とつかない時は激しいの分かるでしょ。連絡つきとか何かというと、その休憩してる時とか連絡があらかじめ来るって分かってる時は電源入れとくんですよ。大事な仕事が来るって分かるんで、でその時にたまたま入ってくる LINE とかを見るんですよ。で見た瞬間はめっちゃ早いですよね。早い早いよね。見た瞬間早いでしょ。ガンガン来ない時全然来ないでしょ。そこの違いなんですけどね。まあまあちょっと置いといて、まあいろんなところでね、忍耐は基本的にはなくなってる生活にはなってるってことなんです、うん、特に若い世代の人たち、スマホ持ってる人たちは多いよということですね。これなんでかっていうと、まあ、結果や数字にならないとですね、我慢ができなくなったりとかして、まあ、諦める、もしくは違う方法をすぐ探すという人が今増えてますよ、いうことなんです。結果的にだからそこでね、一つのことをやり続けることができない、というのが、まあ、多いよねっていう話なんですよ。誰もが気軽にインターネットを使用してたくさんの情報を簡単に得ることができるんですけども、結果や数字が出すにはそれなりの継続と改善、つまり努力と忍耐が必要なんですよという話です。まあ当然な話じゃないですか。当然なんだけど、当事者になるとこれができなくなっちゃうんですよ。なぜか知んないけど我慢ができなくなるね、忍耐がなくなっちゃう。でもし忍耐について知りたい人はですね、自助論を読んでください。サミュエル・ウルマンですっけ、自助論に忍耐とが努力の必要性がめちゃくちゃ書いてあって心に響きますよね。ぜひ読んでください、まあ、つまりですね、結果数字とかね、なるには地道な努力がなるのが大きいよって皆さん分かってますよねと。で結果を出している人は必ず努力しているということで、よくありがちな話もあるんですけども、なんかこう、あの人みたいにこうこうこうっていう人が結構いるんですけど、みんなその人の裏の努力を見ない人結構多いんですよ。堀江さんみたいになりたいって言った時に結構簡単に考える人がいるんですよね。自分もなんか動画発信して考え方言ってる悪いになれるかって言ったら、逆で堀江貴文という人はあそこに来るまでにどれだけの勉強をしてるかなんですよね、相当やってますよね、学生時代から。でそこのところも全然みんな分かってないっていうのもありますね。前回紹介した一文の話すごかったですか。一郎の小学校の時の作文でこの間紹介したんですけど、今日本持ってくるの忘れちゃった。一郎の小学校6年生の作文にこういうふうに書いてあるんですよ。僕は必ず、野球選手、必ず野球選手になって1億円プレーヤーになると確信していると。でなんでかっていうと、365日中360日練習してますと、1日5時間以上で、小学校4年生以降は苦しいぐらいで練習をしているって感じですよ。そのために僕は友達と遊ぶ時間がほとんどありませんって感じです。でも僕はその遊べない時間を悔しいとも思っていませんっていう、夢を叶える時の代償も払ってますね。物事をやる時に多くの人が代償を払わないんですよ、まず、要は代償を払わずに何かやろうとするわけじゃないですか。だから会社経営とか起業する時も、代償って何かというと資本金出したりとか自分でお金出したりとか自分の身削るじゃないですか。でもその身を削らないで何かやろうとするとさ、うまくいかなくなるよって話ですよね。だから何か物事をする時には必ず代償ついてくる。これだけね、一郎は小学校6年生の時に言ってるんですよ。友達と遊びたいじゃないですか、一緒に。でも遊ばなかったんですよ。友達と遊ぶのは週に2時間あるかないかって言ってましたよね。やってるんですよ、一郎バッティングセンターでカコンカコンやってるわけですよね。まあ見たらそんなことが書いてありましたと。代償はね、大事です。だから努力があるよということを。すぐにやめる人は何もできないということで、さっきの山岡哲宗の教えなんですけど、3年やってからが大事ですということで、何かやるときは3年まずやろうということで、やった方が本当はいいですよという簡単な教えです。で、やると決めたら集中する。これも僕も自分自身がそうなんですけど、成果が出ないときはやっぱり自分自身がね、集中ができてないときが、それ分散しちゃってる。千日をもって担とし、万日をもって連とするっていうね、これ宮本武蔵の言葉。で、これね、こんな感じです、解説すると。千日をもって、鍛とし、万日をもって練とする。武蔵が言う鍛錬というのは継続により体得することということですね。なので千が3年ですね。で万が30年なので、そのくらいやって初めて人間その境地に立てるねっていう話。
不健康風それはさ、それは別にカッカって言われたら僕ら文句ないからね。でも今それにようやくやめだしてずっと捨てました。ちなみにタバコは継続じゃなくて中毒です。あの、すっごい高いですよね。継続じゃないですよ。中毒ですよ。確かに。それだけ言っときますよ。脱線しましたね。はい、スポーツの世界なんですね。スポーツで言うと、応援する人はその数分しか見ないじゃないですか。オリンピックとか見ててかっけーとか思うじゃないですか。でもその数分しかやっぱ我々見てないんですけども、舞台に立つまでには競技者たちはどのぐらいの時間を費やしてきたのでしょう。僕もリングだって3分3ラウンド9分のために戦ってて、みんなその瞬間しか見てないから、勝った負けたでわーわーやるんですよ。わーやるんですけど、その3分3ラウンドの9分間のために3ヶ月以上苦しい練習をしてくるわけですよ。だそこの裏をやっぱり見ないといけないし、その裏を知ればやっぱそこに誹謗中傷は言えないはずだと思うんですよね。なんかお前弱いとかさ、だからお前ダメなんだなんて、じゃあお前がやれよと思うじゃないですか。そういうのも見なきゃダメだよねっていうのは、思います。はい、で日々の努力なしではたどり着くは絶対できないよという話ですね。それと目に見えない部分が大事で、知ることも重要ですよということです。じゃあ、継続がね、さっき言いましたね、継続は重要なんだけども、継続することは簡単なことではないということですね。継続簡単じゃないですよね。でもそれを物事はね、習慣にすると簡単になるから、じゃあ継続っていうのは習慣にしちゃえばいいってことですね。タバコは習慣じゃないから中毒ですよ。気をつけてくださいね。習慣にすればいい。じゃあ物事を習慣にするためには、一回僕皆さん教えたいやつ、マジックナンバー4ってやつですね。これやると絶対習慣ほぼなります。 やってなったんでめっちゃ説得力あるんですよ。まずやるのは週4回です。そして週4回を6週間やるんです。これを6週間やり続けることによると習慣になるんですよ。簡単じゃないですか。週4を6週間やるだけです。だから約1ヶ月ちょっとかですよね。これを、まあ、絶対にやるの 100% やんない日はダメ。必ずやる。そうすると体が覚える。でこれを過ぎた後のちょっと間が空いてもすぐ戻せるんですよ。習慣がつくんで。で朝起きたいっていう人いたとしたら週4必ず起きるようにしてください。でもいつもね、7時に起きている人がいきなり5時ってなると厳しいんですよ。それはダメなんで、やっちゃう。なのでじゃあ例えば、私はと7時に起きるよっていう人が、じゃあ習慣、早起きをする習慣にするとすると、最初どこから始めるかって言ったらね、6時45分ぐらいから始めるんですよ。まずはここから週4ずっと続けていくんですよ。でだんだん3週目ぐらいになった時に、じゃあ半にしてみようか、でこれでいけそうだったら行ってみようっていう感じです。で続けていって、ここを習慣を過ぎてやったら、じゃあ、6時15分にしようかとか、最終的に目標がね5時になってれば、それでいい、5時に目指していけばいいとか、これをやっていくんです。で筋トレの話をするとですね、筋トレも全く一緒で、週4回を6週間やるって結構大変じゃないですか。ぶっちゃけ大変ですよね。だからそのじゃあ1回の時間をどのくらいやればいいかっていうところに行くんですよ。どのくらいやればいいと思うんです、筋トレだったら。これね、体と脳にインプットするらしいんですよ、どうやら。つまり何かというと、やったということが脳に刻まれて体に入ればいいんですよ。究極ですよ。究極スクワット5回とかいいんですよ。1回目、週4、1日スクワット5回できそうじゃないですか。何秒でありますよ、スクワット5回とかね。これ終わりなんですよ。これをまずとにかく徹底的にやるんですよ、最初は。そっから始めてって、じゃあ5回やっててもね、今日はなんか10回いけそうだから10回やろう、今日はちょっと時間ねえから3回だな、とにかくやり続けることから始めてください。これマジックナンバー4です。でこれを習慣化することによってつきます。僕これを知って本当にやったんですよ、今年筋トレ。週4は絶対やってやろうと思って、で時間ないときは本当に腕立て10回でやりましたって、速攻でこれだけ朝もうずっとこれで、これだけやって、もう結構終わりって言って次の方がやったんですけど、これやるだけでも気持ちが違うんですよ。やってるって気持ちになるんで、で明日はちゃんと続けようっていう。時間がないときはやらなかったんですけど、3回休むじゃないですか、7日あるんで1週間ですよね。でそうすると3回も休めるとなんか物足りなくなってきますよ。だから5回とかできるようになるんで、とにかく小さい回数からやってみる。で僕グリッドっていう本があったの
覚えてますよ。 やり抜く力っていうグリッドの本、読んだらしょ、まさに読んだらしょ、大丈夫だけ知ってるねえ、やり抜く力って手に入れたいと思うじゃん、うん、気になるでしょ、何が書いてるか気になったんですよ、うん、やり抜く力を手に入れたいなと思って読んだんですよ、何が書いてあるか、とにかくやるしかないって書いてあるんですよマジでマジだよ、ずーっと読んでて、とにかくやるしかないって書いてあるんですよ、やり続ける力を作るには、確かにで、でもね、でもね、確かにそうだよね、だからこれもそうなんだよ、とにかくやるしかないんだよ、これがグリッドになるんだって、だから最初みんなすげえ目標するらしいの、だから続かないんだよ、だから小さい目標をとにかくやり続ける、そうするとグリッドが手に入れられます。